気象情報をお伝えします。今年はシベリアの寒気の南下がいつもの年よりも早くて、しかも強いです。北海道ではすでに平年の2倍から3倍の雪が積もっています。中でも朱鞠内は11月にしてすでに積雪が1メートルを達した状況が続いているんです。今日はその上川地方で留萌や石狩地方を中心に多いところでは新たに30センチ前後の雪が降りました。この北海道の雪ですが、明日になると次第に止んできそうです。その一方で西日本、東日本では雨の降り出すところが出てきます。左は明日の朝、右は明日の夜の天気傾向を示したものなんですが、まず明日の朝、北日本、東日本、太平洋側を中心に晴れるところが多くなります。でも西日本では雲が増えて、太平洋側の一部、雨も予想されているんです。で、明日の夜になると東日本の太平洋側でも雨の降るところが出てきます。東海沿岸に雨が予想されているんですね。ではこれを踏まえてマークで明日の全国の予報を見ていきます。北海道では雪が止んで次第に晴れ間が戻るでしょう。新潟の天気も回復へと向かいます。ところが西日本は雲が増えて、太平洋側では雨が降り出しそうです。特に宮崎や高知西部の沿岸、大分南部の沿岸では早いところ午前中から雨の降り出すところが出てきそうです。福岡や広島も夜になると雨が降り出すでしょう。また東日本の太平洋側沿岸でも明日の夜にかけてはだんだん雨のところが増えそうです。三重県、愛知県の沿岸では早ければ昼前後から一部で雨、関東でも南部沿岸は夜遅い時間になると雨の降り出すところが増えそうです。で、気温なんですが、仙台は明日の朝2度、東京、名古屋、大阪は明日の朝5度前後ということで冷え込みが強まります。昼間は今日と同じぐらいのところが多いでしょう。で、さらにこの先、あさって木曜日からはいよいよ12月です。12月スタートは北日本で大荒れの天気になりそうです。まず1日木曜日、低気圧と高気圧との間で気圧差が大きくなるので、各地で南寄りの風が沿岸部で強まります。で、北海道も含めて広く雨が降りそうなんです。ところが金曜日になると低気圧が発達しながら北海道の北へと抜けていきます。北日本では冬の嵐となりそうなんですね。西寄りの暴風が吹きますので、北日本の沿岸部、猛吹雪で、山沿いでは大雪に警戒が必要です。ではおしまいに週間予報を見ていきます。札幌から名古屋です。12月スタートは北海道も含めて広く雨が降りそうです。沿岸部では南寄りの風が強まるでしょう。金曜から土曜にかけては冬の嵐です。北日本では沿岸部で猛吹雪に、そして山沿いでは大雪に警戒してください。太平洋側では金曜日から日曜日にかけて晴れるところが多いでしょう。来週になると月曜日は広く雨で、この雨の後また各地で寒くなります。大阪から那覇です。師走のスタートは各地で曇りや雨となりそうです。でも金曜から土曜にかけては広く晴れて、昼間は過ごしやすい陽気になりそうです。で、こちらでも来週月曜日は雨のところが多くなります。で、この雨の後寒くなって、大阪や広島、最高気温が11度、12度ぐらいですので、師走らしい寒さになってきます。以上、気象情報でした。